前編がお昼まで、で後編が、お昼以降ということなので、その辺の時間の経緯などを楽しんでいただけたらと思います。愛する絆に座るということになるんで、5日6日、いい台取れたから1週間へこんでますね。いいね、知ってたけどいいね。50杯以上、頑張ろう俺。ありがとうございます。あー終わりましたね。十分12連覇で伸びてくれれば十分です。はい、それでは新勝利への道しるべ、1戦目の後半ですね、私梅谷慎が担当しておりまして、貴重な、阪神尼崎スロット館、待ってます、はい、で、お送りしておりますけれども、まあ朝33番に入場して、台数とかから考えて、絆が、看板騎士だろうなということで絆に座りまして、機台の中でね、たまたまこう1週間へこんでるいい台が空いてましたんで打ちまして、でこれがね、さっきちょっと BC 行けずに苦戦したんですけれども、その後、3連続で、AT に入り、ミスルーしてまた入りみたいな、かなりいい挙動を示しております。で、おそらく今日の実戦はこれをどこで見切るかだけ、おそらくね、もう低設定だと、判断するのは結構難しいぐらいいい挙動なので、なんですけれども、この企画は勝利への道しるべを残すことなので、前半戦でかなりもう状況見てますけれども、後半戦でも、特に最後、しっかり、状況を見て、明日へつなげる、道しるべを残したいなと思っております。あとね、もちろん出玉的な、その出玉がね、プレゼントの、人数に、関わってくるんで大事なので、できる限り勝ちたい、少なくとも負けたくはない、こんだけ出てて負けはもう難しいかもしれないですけどね、出したい。また BC 行けずに苦労するのかな。オープン438、天井近いですけど、全然天井でなんて当たらなくていいから、ちょっとでも早い方がいい、決まってる。おお、震えた、震えてましたね、震えたんで、この告知の1個前のゲームで震えると、同色もしくは異色で当たってる可能性激高。なんで激高かっていうと、最初確定って言われてるんですけども、ガセることがあるからです。異色だった場合はでもほぼ AT に当たる、どっちしろいいんですよね。あ、異色です。はい、緑、震えたことと緑のことを、合わせれば、まず AT に当たると思います。でもって、もしこれが当たれば、00020スルー数がなるので、かなり、高設定の可能性が、高くなります。いざ決戦の時。でも1000人、基本めったに出せないからね、めったに出せないみたいなものは出せないだろうと思ってたんですけど、いざ自分が出せると他でも不安になりますよね。でも大丈夫だと思う。たまには連打する、よし、素晴らしい。まだ2回しかスルーしてないと思うんですね。めちゃめちゃ好調です。44か、好きじゃないよね44はね、必死だから人気悪い。しかも昼間赤文字、おー、でもね、本当にこういうあれ連チャンしたっていうのが多いのも高設定なんですよ。なんでかっていうと、やっぱり継続率がいいのが選ばれやすいからですね。で、6打ってるとなんだかんだ単発少ないですからね。だからこの台ね、悪いとこないっすね。
12人もいたからカップリングしてよ。まあ、2連しただけ偉いですわ。これはチャンレブですね。イランに行ってみとうね。ピンクのやつ、あ、普通に当たった。目を伏せてください。さて、青い色ですけども、ここはね、まあまあ、外しても全然続行なので、もちろん健之助で、てか今日僕は全部健之助で消化してるんですよ。結局つまりはもう外したらやめようってタイミングは一度もないんですね。すごい好調ってことです。これ行くんじゃない。一応ね、今日テリーも行っちゃってますけど、それも含めてゼロが多い方がいい。あれ、こういった素晴らしい、というか一番高い設定は僕の経験上6だと思います。本当ね、もう一回言うと、朝一も入れると0002000と来てるんで、めちゃくちゃいいですよ。敵さんの方が多い。でも夜なんだろ、夕方。おう、ははは、そうしそう。それも確定ではないけど、これで確定しましたね。押し抜かして押し抜いてる。で、一応当たってるかも、 AT 中に BC 当たってるかもって時は計測した方がいいんですよ。あのナビがない時は、あのわざとナビを外してくるベルが取れるかもしれないんで、ちょっとでも得したいですからね。お願いします。よし、ストップできた。計測率が分かんないんで、すごい伸びるとは言えないですけど、3連までは確定してくれました。おう、若い2人だね。カップルの中で一番若い。あらあら、まあ継続確定は知ってたけど、本当にゲーム率50以上だよね、とりあえず。で、これの選択率が一番高いのも80だから、いっぱい出てくると熱い。まあ、そんな簡単にできないと思ってる。おお、何もレア食いてないから熱い。オシチュンペールで、うん、オシチュンペールしか引いてないのに、特に黄色がついてて、レッドベースに行くと、つまりオシチュンペールでの BC 当選同行になります。良いね、良いね。伸ばすチャンスじゃん。まあまあ、すごい贅沢だけど、不満言わせてもらうと、
せっかく東芝出てくるんだったらさ、ね、武装一戦ってやつやりたいですよね。ちょっとテレビだしさ、赤だったら一応ね、もうこれもその絆広告の対象になってるんで、この人数決めるところ、まあ弱者だからな、一応一応対象になってます。いきなり演出が出るのはちょっと熱いんだよ、弱者だからな。あ、当たってましたね、弱者で素晴らしい。一応着地だけど、説明した通りに勝ってくれると嬉しいですね。お、いいね。これももちろん対象です。緑が出た時点でもう当たってたと思います。楽しいな今日。もうあれ、もしかするとね、2年連続ではないですよね。でもね、あんまり出ないんですよ。てかあとよく考えたら緑はいつでも強いで、もう当たってるんじゃないこれ。あ、もう当たってますわ。そうだ、別に緑はそもそも強いんだ。まあ乗る位置じゃないですけどね。で、僕なんでここだけあの AT 自分狙うかっていうと、メモるときに分かんなくなりがちだから、あれ青だけ赤だけってなるからですね。いやー、ちょっと城が2回出てるっていうことでゲート率がかなり期待できますね。僕さっき城が出た時点で50パー以上って言ったんですが、間違いです、66パー以上です。まあ、僕はあのそういう設定があんまり関係ないのはあの疎いんですけども、まあ、関係なくもないですね、継続率の振り分けっていうのも。ただ66より、80% が選ばれている時の方が白は出やすいです。白で、80% ループの時に 9% で、66の時に 6% とかなんで、まあかなり、80% の可能性は高いです。また黄色あったりする、あったし。さあ演出が楽しみだぞ。何この楽しいやつ、外れまで出た。熱い熱い、始まってすぐ当たるっていう。しかも66倍以上で80パーの可能性高いんで、これはこれはすごいことになるかもしれないな。砂ね、本当ひどい時はひどくて打ちたくねえなと思ったりもするんですけど、すげえ楽しい時があるからやめられないよな。まああの多分楽しくなくても、あのこの状況、設定状況とか店の力の入れようっていうのがあれば薄いでしょうけど、まあ、正直打ちたくねえなと思うこともありますよ、ね、動画とかで打ってるとまたこいつ絆かえと思われてることも分かってるんで。ただやっぱり僕どうしてもなるべく勝てる立ち回りをするっていうスタイルなんで、まあ、そうやってねパチロと向き合ってきたんですと、まあ、たまにはねちょっと、楽しみ重視のこともしますけど、基本は勝つための行動をします。そうなるとね、今絆は避けて通れないですよ。まあ、さっきのその城が50杯以上だみたいなしょうもない間違いは結構しますけど、ただね結構自信あるのは、多分ほとんど6は捨ててないと思う。でなんで6に座ってるのも結構多いと思います、いろんな動画合わせると。そんな簡単に座れないものにはまあまあたどり着く率は高くはないけど、
まあ、たまに座っても負けるみたいなレベルではないです、まあ、実際収録等の結果を見ても実際は勝ってますから、その代わりね知識が足りない、ごめんなさい。大丈夫でしょう。あ、強チェリーなのに弱チェリー王子なんで、あの当たってますね。まさかの BC が当たってますね。今日は強チェリーが頑張るね。別に赤ついたわけじゃないのに、これで赤ってなかったら左はどっちでもいい。おっと、これ80でしょ。3回目っすよ。水槽の振り分けまでに。怖い、夕方だと怖いっていう贅沢になってた。まあチャンリム行けばいいんだろう。え、確かになんかちょっと今暑いパターンだった気もするんで大丈夫だった気もするんですけどね。でも焦った。ああ怖い、これは怖い。熱いの出てね。おお頼むよ、なんもないけど頼むよ。おいいよ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 、 80% 大丈夫でしょ。 80% 継続の時にねチャンスアップが出ると大体大丈夫です。 BC がいるかもしれないな。いない。お、勝利は確定です。差が4人以上ついてます。そして、あ、わざわざ絆効果じゃないんだ。もう 80% ですね。4回目。大丈夫だと思います。
な、いよいよ。怖い。普通に攻撃ね。かわして。おーおーおー、大丈夫大丈夫でしょう。赤文字はかなり熱いですから、そもそも継続率が高いこの状況に出るともうかなりの信頼度になる。ななベルト当たってんじゃない？星潤ベルで石当たりましたね。最後のゲームでしたからね、いきなり告知したんですね。だから嘘を一戦やらしてよ。贅沢だね。てかここでもしですよ、同色でチャンピオンだよ。一発来い。よし。いや、このね、80% 持ってて、このノリノリの状況で、ね、武装一戦行って、成功でもした日にはもう終わるのかみたいになっちゃうんで、まあ、贅沢言っちゃダメ。ワイルドアイズだ。いいね。ああ、またわざわざカップリングセットですけど、まあでもこう継続決まったもん。油断しないよ。おお、着地頑張った。今度はストックは余分に1個ゲットですね。継続決まってるところに、BC 行ってるんで。
買い物、買い物だったね、これは。このベルでこの演出が出てたら嬉しいんだけどな。お、どれで当たったんだろう。もったいない。まあ、これは格上げの可能性があるな。楽しいよ。なんか当たり前みたいになってきちゃったけど、一個一個の PC 当選も嬉しいですし、継続も嬉しいです。何か分かんない状況で昼だと不安になりますよね。おう、ちょっと不安だったからね。何の外れだよ。外れ目多くない。謎でも当たってると思ったら当たってないんで。よし、あれなんか何連目が何かまでこの辺もあったっけ。目つぶしてくれよ。大丈夫かしらこれ。あら、ああやばい、もうすぐエンディングだっていうのに。ああ全然十分ですけど。惜しいって感じですね。屋敷には行くと思うよ俺。当たってくか。よし。いやー展開もいい。怖いわ。癖でね、もう適当にやっちゃいそうになるんですよ。ずっと AT が長いと。ここはちゃんと狙って。はい。白。みんな。まあでももちろんやめないんだね。あ、でも残り時間考えるとそろそろやめを考えていった方がいいのかな。久々にゼロじゃないかもしれない。あ、厳しい。
久々に使った。なんか引いた？忍びの足は来るけど、お、あ、当たってましたね。まあまあまあ、ガセることはあるんですけれども、基本的には PC プラス AT 確定で、残り時間がもうあんまりないんで、まあ、この AT 終わったらやめるっていう感じで、バッチリのタイミングだと思います。これは激アツでしょうよ。まあ、何でやってるのかったの。これいっちゃえよ。日頃が確定しました。まあ、僕も6だと思ってますけど、一応ねこれおそらく最後の AT になるんで、まあ、確定を出せるっていうね。だから持ってるっすよ。本当は3で出したかったですけど、これ今日今までジャンバリ出た中で一番実戦の出来はいいかもしれないですね俺。最初のせいで突きかわす。よしよし、なんだかんだで連チャンするところもね。はいはいはい、はいはいはい、もうこれね、僕ストックなしで2連したら、まあ、もしかしたらあの BC 中にいたジャンルでストックあったかもしれないですけども、なさそうで2連したら、まあ、継続率50倍以上あるんだろうなと思うことにしてるんで。しかもシナリオがいいんじゃないのこれ。最後にまた一勝ち盛り作れるかも。お、一応着地引いてるよ。お、しかも夜ってか。お、ケリーじゃないけどとても強いチャンディプ君。ああ、まあまあ、お、終わるかも。ついにこの日が参ってきた。さあどこだ。おお強い。継続率だけで5連目。いや、継続率をストックするチャンス。
完全勝利のチャンスです。さてチャンリブヒータの決まりだよ。じいさんがいる間にね、偉い人なんですよこの人。あー早い早い、完全勝利どころかチャンネルいけなかったな。お、4-4で昼間調整じゃん。そんな一気ほどの出会いじゃないよ。不正で攻撃どう？あ、赤文字出たよ。強いな。ジェイトプリスだけで7連で普段なかなかこんなことないのに。あれまさかのまた気持ち頑張った。はい、で今7連で、終わりました。で残り時間がもう15分とかなので、まあ、絆は、もう残り15分で打っていないではないのでやめましょう。で、まあ残りの時間は、明日のボロゲンのための、状況チェックに費やしたいと思います。大満足です。ギリギリ来ましたね。はい、まあまあ、最初は勝てればいいかなぐらいだったんですよ。初日から負けるのもあれだしと思ったら、まさかの5000枚オーバーと、まあ、そんなに、ね、時間が長い実戦じゃないんでなかなか5000枚は難しいと思うんですけれども、まあ、こういうこともあるんだなというところで、まあ、3枚は5000枚いってないですけれども、まあ、初日としては、まあ、また今から情報も集めますし中止的な、役割はもう十二分に果たしたと思います。お疲れ様です。まあちょっと閉店前じゃないのが残念ですけれども、今の時点で私にできることを朝のモロゲンのため、そしてその後続のためにも頑張りたいと思います。まあでもとはいえね、朝から結構まあ気にしては見てたので、うん、一応ね、一つ言えるのがまあ、まず朝一見た限りではガックンが効くだろうというところ、まあ、効く可能性が高いで、まあ、上げ狙いが効くんじゃないかというところなので、まあ、暫定でですけれども今の時点で、まあ、出てなければこれなんて絶好だと思うんで、番号が悪ければガックンを見る絶好の台だと思います。一応そういうのを、まあ、やるやらないはまあモロゲンが決めるとしてですね、そういう台を、まあ、今の時点で絞れる限りちょっと絞っていこうかなと。そうなんですよね、この辺見てもそこそこ出てるんで、あ、ちょっと今へこんでますけど、やっぱ昨日のへこみ台がいい感じなんですよ。もうこれも角が、で花火とかで花火なんかもちょっといい感じですね。でモロゲンも花火好きですから、まあ今日これが当たりだとしたらこれとかね、は
並びのこれ何番台、76番台っていう感じで、もしかしたら今からめっちゃ出ちゃって分かんないんですけれども、今の時点で言えることをね、マイジャグは、ね、圧倒的にこれなんですよ。まあ今日このまましょぼく終わる可能性高いですね。で角で今日出てない、昨日出てない、一昨日めっちゃレギュラーすごいな、まあ、あったかもしれないですけど、まあ、2日間空いてれば、あの最初にデータ見たときに、まあ、2日間出てなければ大丈夫という印象を抱いてますので、本命対抗って感じですかね。まあ、ただ学校優先してもらいたいですけどね。絆はね、絆はここから出ちゃうかもしれないんで、まあ、難しいですけどね。まあ、僕のも6だと思いますけど、この今僕が見てる台の左側の台も6だと思います。で割とねスライドってやる店が多いんで、これも一応狙い台にしとこうかな。あーでも良さげだな、これもいいけどな、これも入れとくか。トモはもしやるんだったらモロゲン自身に、探ってもらいましょうっていう感じで、じゃあこの情報をもとに、まあ、引き継ぎをまとめて、それを合わせてエンディングにしたいと思います。はい、実践、そしてモロゲンへの引き継ぎのための、まあ、下見というには早いんですけれども、状況把握も終わりまして、エンディングと相なったわけですけれども、じゃまず結果から、まあ、皆さんも、ご存知だと思いますけれども、なんとなんとプラス4350枚と、あの投資650枚で5004枚出た。多分ね、誰も予想してなかった、初日からこんなに出るとは。僕も予想してなかったです。絆の、まあ、あれが、まあ、僕は6だと思ってるんですけど、一応仕事確定が出た台で、6だとしてもこの短時間でこんなに出るもんじゃないんで、まあ、展開もついてきてくれたと。本当にね、まあ乗り打ちじゃないんで、こういう企画はちょっと難しいなと。乗り打ちだったら僕は全力で調べるためにできたんですけれども、まあ、それもできないしと思ってて、まあ、とりあえず終始でみんなの足を引っ張ることはもうなくなったので、まあ、これで一安心かなと。みんなぜひ、まあ、プラス1万枚目指してほしいななんて思っております。これちょっとね、明日どうせ、まあ、スタジオが皆さんにとっては次の放送ですね、次の放送で、モロゲンが、これ読むと思うんで、内容の方は、まあ、読みはしませんけれども、まあまずは、まあ、ガックンが、まあ、僕の段階ではおそらく聞くだろうというところなので、まあ、もしモロゲンが抽選次第、狙う節次第でそのガックンの有効性を、確認してほしいなと。で、もしねそういうの関係なしでとりあえず勝ちに行くっていうんだったら、やっぱり、絆とマイジャグ、この辺りが大事になってくるなと。で、ね、その若者が最初から行かない機種でいうと、アイジャグとね、あと、ゴーゴージャグラー、あとは、アクロス系にもチャンスがあると思いますので、まあ、そういった感じの、立ち回りを明日、そして明日以降もやってほしいなと思ってるんですけども、まあ、状況の変化と等もいろいろありますので、どうなるか分かりません。一応ね、私の思う、勝ち方、そしてモロゲンに残す、勝利の道しるべは、あそこでしたためて今話した内容みたいな感じなんですけれどもね。まあでもあと率直に、僕の感想を申し上げますと、ここのね、この奇行な、阪神天ヶ崎スロットマンですね、ちょっと名前が長いんでちょっと間違えそうになるんですけど、めっちゃいい店だと思いました。普通にね、自分が、絆の高設定座れたっていうだけじゃなくて、マイジャグにも使ってる、間違いなく使ってると思います。で、まあ、現状ガックンが効きそうで、そんなに朝からみんなが行かない、ところにも、まあ、設定が入ってて、おそらく僕がチェックしてないところ、まあ、見た目で分かりづらいところはもう最初からもう省略してるんですけれども、そのあたりにも入ってるんじゃないかなと。まあでもね、それでまだ、僕が33番で絆に座れましたし、まだまだ、狙う余地あるので、まあ僕はちょっと家が遠いんですよ、ちょっとだけ、まあ、4、5時間はかかるかな、遠いんで来れませんけれども、近かったら通いたいなと思ったお店なので、まあ、もちろんね、企画的にはモロゲンにですけれども、皆さんに対してもこの、道しるべ残せたらなと思っておりますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。それでは、まあ、僕にとっては明日、皆さんにとっては次回以降の、新勝利への道しるべの方もぜひ楽しみに見てください。それではさようなら、ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。
元気、相変わらずバカの一つ覚えみたいにスニーカーばっかり集めてるの。ついにフリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。